で、この決定的な弱点を隠そうとして、前週では値半行の、我今、負の無常の勝負を、ことごとく持ってマカカ賞に付属すっていう、まあ一応値半行にそういう言葉があるわけなんだね。えー、今私、私、シャクソン私が持っている無常の勝負、最高の正しい法というものは、ことごとく実はマカカ賞に付属しましたよ。まあ、一見見見れば、あれ前週の言ってることも間違ってないよね。 っていう感じになりがちだけど、ここも気をつけてくださいよってこと。との門を引くが、実際に釈尊が歌唱に付属したのは、症状の方である。これは歴史が証明してますよ。歴史的に歌唱尊者が、じゃあ、法華経を説いたりとか、化合業を説いたりとかしてませんからね。歌唱尊者はもうあの時代は、症状仏教、原始仏教の、そういう修行と、研、鑽をしていた。だから、消防っていう意味合いが、 お釈迦様一代の80年あ、50年のご説法の最高法を伝えたというふうに解釈するのは、それは、えー、暴論だよっていうふうに言ってるわけですよ。で、えー、つまり、実際に釈尊が歌唱に付属したのは症状の法である。無常の消防という表現について。じゃあ、この無常の消防という表現っていうのは、えー、一見すれば最高の法じゃないかと。正しい法じゃないかと。 思っちゃうけども、実は大乗人様がそのことをピシッと。えー、無常の言は大乗に至れといえども、えー、これ、症状を指すなり。下道の邪法に対すれば、症状も、消、え、防、ー、と言わん。わかります大勢のごとく。要は、無常の消防っていくら大、涅槃行に書いてあったとしても、それは、えー、実は症状教のことなんだよ。なぜかならば、えー、下道、 バラモンとか、あるいは、六死下道が解いていたような、ああいう下道の方からすれば、症状の教え自体がもう、無常の消亡って言えるってことね。愛対する、愛対する、何をたた、愛対して解いてるお言葉かってことをよく見な、見極めないと、あの、混乱するよと。で、どうせのごとく、書体によって、今言ったその、愛対するものね。何を相手にして言ってる言葉なのか。 つまり下道からすれば無常の消防、症状教でも無常の消防って言えますよっていうことなんですよ。これはね、これは随所に出てきますよ、この言い方って。だから、お経典の中も、わがこの方最高なりとか、最、えー、国だって、いちいち言ってるんだいろんなお経典が。言言っっってててるからって言って 全体総合的に見たときに、それが本当に最国最村で絶対の方なのかっていうと、そうじゃないでしょって。その後に出てきたお経典が、その前のお経もを否定していくわけですよ。となると、まあ最終的にはそれが法華教になって、おざよく言う、その、過去に時、今時、まさに時。 この中でこの法華経が南、南信最もこれ南信南下なり、イコール、最もこれ最上であるっていう風に、初めて全部を統括していったお言葉がそこに現れた時に、それ以前のお経典の、これが、これ最上である、最極であるって言ったお言葉は、みんなそれ、その前の教えに対してはそうですよって言ってる、そういうことなんですね。なので、ここもそういう意味で同じですよと。 だから前週の、もしこんなこと言ってきた人、僕い、い見たことないけど、まあ仮にだよ、前週の相当な学者っぽい連中とぶつかっちゃって、もし、ネハンにこうあるではないかと、無常消防、最高のね、お釈迦様の無常の消防を、真カカショ省に付属するって言ってるんだから、前週はやっぱり間違ってないんだっていうふうにもしいうの出てきたら、今の論法でもって、 はしゃくをしてほしいと思います。まあ、しかし、んなことはもう滅多にないっていうか、43年間信人にしてきて、こんなこと言ってきた人一人もいないですね。だから、まあ、心配することないです。ただ、知っとけば、いざとなったら、不思議と仏の知恵が働いて、パッとこのはしゃくできるんですよね。まあ、覚えておいてください。書体によって用いられた表現、仏教にはそういうことたくさんありますよ、と。 何と何を相対しての言葉なのかってことをよく見極めないと、浅井昌栄なんかこういうところもよく読めないから、なんか言葉言葉にとらわれて、ああいうふうに陥っちゃうんですね。まあ大事なんです。で、もし、禅宗の訪問が釈尊より歌唱へと付属されて伝承した訪問だというならば、それは一大商業中の小状教であり、これを狂言別禅された真実の大法などと説くのは大枠の至りであると。 そういうそのまあお釈迦様があの症状のやり方を教えたとすれば確かに座禅のや仕方とかそういうことを、ま、かマカマカショウに、えー、マガガショウに相伝したっていうことは確かにそうかもしれないけども所詮症状況だとということですねそれをあたかもお釈迦様一代の仏教の一番の根本大廷最高のものを伝えたなんていうふうにあの言ってるのはまさに禅宗の自己。えー事故 正当化するための大枠だと、たばかりだと、偽りだということです。うん